11月も今日で終わりだね。今日は8時までしたいと思います。ここまではいいじゃん。ここに来るとまあだいぶ良くなったか。ひのちゃんおはよう。だっておはよう。ほらよ、今起きたよ。昨日何時に寝たんだろう。雑誌読んでて、で多分いつの間にか寝ちゃったんだな。服が暗いから。これは赤だよ。赤もショールームダメなのかな。飛んじゃうのかもしんない。夜勤終わってから帰ってきます。すごい、髪の領域になってかもしんない。おはよう。だっておはよう。でも昨日は何時寝たんだろうな。いつの間にか寝てたから、何時寝すとか全然覚えてない。夜更かししたらって、覚えてない。アイドルの夢を見てた。アイドル、夢にアイドルから出てきた。リノかな。おめめと。今日の朝ごはんは昨日の続きでケーキにしてもらいました。あれを完食する。いいでしょう。昨日は半分までしか、さすがに1個は食べなくて、半分までしか食べなかったから、今日はあのケーキの半分を朝食べて、夜はあのケーキをお仕事帰ってきたら食べるっていう日にしました。ワイも寝落ちしてしまった。だって朝からケーキいいでしょう。あとヨーグルトと、何食べようかな。今朝は明太の、あ、フルフルだって。フルフル絶対行こう。今週中フルフル食べたい。絶対行こう。今週中決めた。今絶対フルフル行こう。フルフル絶対行く。もう決めた。ケーキいいな。だってそう、昨日あれ美味しかったの。たらファンの方も結構ケーキ食べてる人いましたね。早く今日の準備しないといけないのに体が起きない。目が朝から甘々だね。だって、いけます？甘々。リノ全然大丈夫なんだよね。リノは大丈夫。でも逆、朝とかパンの方が頑張れるかもしれない。おはよう、おはよう。朝から生クリームだって。じゃあリノが食べといてあげる。リノが食べといてあげる。あか、リノもね、朝何食べたらお腹壊すかな。なんだっけな、なんかあるよ。あ、オレンジジュースと白いご飯とか。お腹痛くなる。あれ、黒玉メロンパンも食べて、いのちゃんと一括したよ。だっていのりのりの返信に書いてたね。
黒ごまメロンパン美味しいのまで。楓ちゃんと一緒に食べたな。あのメロンパン美味しかった。早く六本松に行きたいな。甘いって。フルフルさんのカレーパンがめちゃめちゃ美味しいだって。食べたことない。マロはネバスケです。あ、甘いケーキに苦めのブラックで調節します。なるほどね。ディノ、コーヒー飲めんな。でも最近ちょっとずつあのカフェラテが美味しいかもって思えるようになってきて、で食べれるようになった。え、もうすごくない？カフェラテがカフェラテ飲めるようになったんだなと思うと、なんか感動した。アリノはカフェラテ飲めるようになるんだなって。おはよう、おはよう。まだアリ今日コンタクト入れてないんだよね。朝からアリノちゃん見えて幸せ。アリノもありがとう。そろそろ博多店に行くとき、ヘナルで迷子になりました。あ、面白い。想像しただけで笑えちゃう。わかる。リノミケナル迷子になる。 H&M とかユニクロに行きたいのに、今自分がどこにいるのか分かんなくて、本当に分かんなくて店員さんに聞く。すいません、ユニクロに行きたいんですけどって言って、あとなんか3階か3階か7階か7階と3階か1階か、あのジブリのとことかどこにいるのかが分からなくて、ケナルにいると難しい。あとマークイズに行った時もめっちゃ分かんなくなる。マークイズも難しいんです。なんか真ん中にエスカレーターがあって、どこに行ったら左右にこう分かれてるから、どっちに行ったらスーパーがあって、どっちに行ったらまたこれもユニクロがあってとか分かんなくなっちゃう。あと15分経つまで おしゃべりしよう。それから準備する。で7日でフルフル行こうと思って、今ホームページだって、ホームページ見たら火曜休みで泣いたって。え、そうだよ、フルフルさん、あ、今日もやってないんだ。どこいて、おはよう。マークイズは手口が分からんすね。そうだよね、犬も分かんなかった。あ、そうなんだ。ケナルシティ、わざとぐるぐる歩くように作ってある。あー、なるほどね。あ、で、いろんなお店を見ましょうっていうシステムなのかな。絶対見ちゃうもんね。そういうのあるかもしんない。
呼び出しされたことある。呼び出しでしょ。イオンモールの時はあるかも。携帯とか持ってなかったからイオンモールの時はあったかもしれない。タヤの魚さん、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。ゆうさんもハートありがとうございます。ありがとう。おはようだって、おはよう。はぁー、おはよう。いっぱい寝たのにな。まーちゃん起きてだって、おはよう。でもちっちゃい時よ。今はさすがに呼び出されないけど、いつだろうな、幼稚園生くらいの時じゃない、イオンモールでされた気がする。小3の時くらいにスマホを持ったから、あ、スマホじゃない、パカパカ携帯を持ったから、キッズ携帯持ったから、そう、何歳の時だって、小学生じゃなくて幼稚園生の時じゃない、だから4歳とか、4歳、それからスマホを持つ前、スマホじゃない、ガラケー、パカパカ携帯、あれを持つ前はもしかしたらあれかも、あったかも。でももう全然覚えてない。大雑把な記憶は残ってるけど、そうじゃない記憶はやっぱ忘れちゃうんだなと思う。忘れちゃうんだ。なんとなくちっちゃい時の記憶はあるやつはあるんだけど、ないのはめちゃめちゃないの。忘れちゃうらしいね。逆に大人になったらさ、大きくなったら何？今のことも忘れちゃうの？それとも今のことは忘れないのかな？どうなんだろう。ちっちゃい時のことだけは忘れるのか、それとも大人になったら、例えばリーが40歳くらいになったら20代のことも忘れちゃうのかな。って今考えた。リノはだんだん最近もうちっちゃい時の記憶が昔ほど思い出せなくて、でもそれはちっちゃい時であって、例えばリーコが25歳になった時に小学生のことは思い出せないのかなとか、大体でもその時はもうリーたち大きくなってるじゃないですか、知識もいっぱいあるし、だから覚えてるのかなとかって、どうなの。あ、昨日の夜ご飯も思い出せないだって。昨日はリーね、お肉食べた昨日の朝は食べてない。最近のご飯覚えてますね。601日ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。今日リーが出るとね、神々しくなっちゃうから許して、ありがとうございます。601日おめめとう、ありがとう。こうするとね、神々しくなっちゃうんだよな。なんでだろうね、リノの、リノのお部屋ってそういうライトなのかな。おめめとう、ありがとう。ありがとうございます。
おめでとうだって、おめでとう。20代の黒歴史をよく覚えています。じゃあ絶対忘れないなり。中学生のことも小学生のことも未だにまだ覚えてるけど、幼稚園生は微妙。お友達とか覚えてるんだけどね。40歳から60歳ぐらいは小学生なら覚えてるよって。あ、じゃあ大丈夫だね、忘れないね。よかった。いや、なんか日記つけようと思うんだけど、日記つけたら途中で止まっちゃうんだよね、日記。おめでとうだって。じゃあみんなが毎日年を取っていくじゃないですか。りのこと忘れないでね。ねえ。なかなか思い出せなくなる。悲しい。大人になるのって怖いですね、やっぱり。ちゃんと寝れたかな？寝たよー。寝たから今日も起きれた。ああ、まだすき焼き。りはすき焼きいっぱいと参加してないのに。タッチしても触れダメなんですね。りのりのりは日記代わりにだって。でも結構送るよね、りのりのりはそういう話もするかもしれない。確かに言ってしまえば、りのの日記を送ってるみたいな感じですね。まあそうじゃない日もあるけど。ああ、準備をしたいな。わあ、すごいね。昨日何通送ったのかなと思って調べたら、昨日は10通も送ったらしい。通知すごかったね。あ、また光がすごいことになってる。なんか最近気づいたことがあって、メールね、朝のね8時半くらいに送るとね、もう遅れちゃうってことに3年経って気づいて。そうそう、気づいたんです。で、9時からだと思ってたんだけど、意外と8時半とかに送ってみたら送信されてる時があるんです。そう、みんなの返信見たら、あ、送信されてるんだと思って。最近の新発見。メールは8時半でも送れる説。そう。ね、びっくりしたんだ。あ、送れるんだなって。はあ。はあ。あれ、リルのソックスなくなっちゃった。あれー、あった。最高かよのオフショットをくださいだって。最高かよとね、雨の動物園とね、キャパシティはいっぱいあります。あとね、そのくらいかな。そのくらい写真もいっぱいあるので送りますね。おは
ようだって。おはよう。大発見。いや本当に大発見、めちゃめちゃ大発見です。え、どこ、どこいぜ。どこしょ。やばいよみんな。もう充電が大ピンチだよ。充電何パーだと思う？やばい。充電何パーだと思います？お仕事に行きます。え、もうその時間なの？え、もう46分だって。え？え、ウソリの今日何してた？何時から始めたりの今日。お仕事に戻ります。さて、ありがとう、てっちゃんハートも。ぷよん。頑張りな。いや、今日遅刻したショールーム。もう46分なんだけど、これはやること全然終わらなかった。今リノまだ30分かと思った。確かに考えてみたら15分経ったもんね。さすがに30分はない。嘘、もうこんな経ったの。やば、だからこんな一日が早く終わっちゃうんだ。いのちゃん今日どこに行くの？だっていのちゃん今日お仕事に行くの。あ、そう、充電しないと。充電残りね 10% ですって。ピコ、あ、そんなもんなんだ。思ったよりも早くてびっくりの。そうです。ミマップさん可愛い、ありがとうございます。クシラッキーもハートありがとう。アイデパパさんもハートありがとうございます。タラの魚さんもお花ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。15分だったら準備するだってね、言ってたけど、もうこんな時間なんだ。お腹が空いたな。フルフル食べたいな。あ、明太フランス食べたい。今日お休みになった。頑張りの。そう、準備しないと。こんなコメント欄をじっと見てんじゃなくて。準備準備。でれ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 。私は悪い女です。だら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 。寒くて死にそうだって。嘘、今日そんな寒いの？困ったな。どうしよう。
今日は8時に終わりにしますね。今日も寒いのかな。でも言うていいの、まだニット着てなくて、あ、着たね、着たけど、なんかそこまで激寒の格好してなくて、最近12月になったらするのかな。今年暖かくない？アウトスタンディングの CD が届く。あ、アウトスタンディングね、お先に見たんですよ。そう、なんだっけ、ゴキのジャケットとか見たりしたんですけど、すごいあーと思いました。思いました。今日は雨の予報ですって。え、そうなの？初めて知った。もうこの服はショールームで着ない方がいいですね。あの、この服ショールームで着るともうダメ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 だ。ダメダメだ。もうあれだよね、神々しくなっちゃうもん。こうやってしてればいいんだけど、顔を出すと神様みたいになっちゃう。見たことないけど、朝は寒いかも。お昼から大雨。そうなの？本当だ、寒そうだね。福岡は最高気温17度で8度だって。寒いのかな、それって。10度切ったら寒いよね。で、夜傘持ってかないとじゃん。ほんとな、雨が降るって書いてる。頑張ろう、今日もみんな。火曜日？今日。おはようだって、おはよう。頑張ろうね、今日も。京都は雨降ってる。わ、京都行きたい。京都行きたい。でも今回のツアーでね、いろんな県があるんですね。愛知県とかもあったよね。しかも東京でできるのが嬉しいですよ。渋谷だって。どこだろう、あれ。渋谷にあんなライブができる箱があるんですね。ね、大阪はなかったですね。ね。おはよう、おはよう。あ、そう、熊本もある。もうね、福岡がなかったんだよね。びっくりなぁ。4月からだから、ちょうどおしゃべり会が、アロング握手会とか、おしゃべり会じゃないや、ツーショット会が終わったらだね。渋谷のってどこにあるんだろう。
気になる。代々木公園のところ、あ、そうなんだ。でこの前関東書いた時に明治神宮に行ってみたくて一人で歩いて行ってみました。楽しかった。ので今回、そうなんだ、代々木公園のところにあるんだね。近いんだ、家から。熊本城ホールが近いだって。いいなぁ、豚パン食べた。京都にいた。お仕事だったんでしょう。お疲れ様。お友達見に来る。どうでしょう。まだその連絡してないな。公会堂でしたって。分かんない。でも代々木公園のとこって言ったらふむってなった。なるほどなって。起きてだって。おはよう、犬お散歩。散歩とか言ったらマロンが喜んじゃう。マロンが、はい、お母さんの部屋に寝てるけど。クルナはね、リノが起きたら起きるんです。ちゃんと可愛くない。リノが起きたらピッと起きて、今はもう起きて待ってるの。NHK の場所分かる、分かる。あそこら辺なんだ。へえ。青の洞窟のとこら辺じゃない？イルミネーションやってるところ。私もやってんのかな。ねえ、行ってきます。行ってらっしゃい。頑張れ頑張れ。リノも頑張る。平日か。昨日がなんか曜日感覚がなさすぎて分かんなかったけど、今日が今日が火曜日で、今日は11月最後の日だよ。11月も11月で、今日はありがとう、うん、できた。11月じゃないや、何、夜お家に帰ってきて配信ができたらします。できなかったらもう朝配信で終わり。やったとしてもお風呂に入ってきてからしようと思うから、夜の10時とか10時半とかそのくらいの時間にしようと思います。やっても、そんな7時とかからはしません。ね、またできたら連絡します。今日は火曜日だって。火曜日、焼き。
今日も頑張りの頑張りの応援してます。じゃここまでアイメイクまで終わったら終わりにするね。お待ちよ。今日も一緒に頑張ろうね。おはりの、おはようございます。おはよう。ライブできた。あ、ケーキ食べたいな。タララララララタララララララタララララタ。そろそろお仕事に行きます。頑張って、頑張れ頑張れ。よし、ここまでできたから8時になっておりのちゃん起きてる起きます。そろそろ終わりにしようかな。ほい、ランキング4も見てできたよ。メイクが13位がオカモ、ありがとうございます。12位がザキザキザキ、ありがとうございます。11位がナツさん、ありがとうございます。10位がウィンパディさん、ありがとうございます。9位が TM さん、ありがとうございます。6位がハシムッチ、ありがとうございます。5位がプリントーさん、ありがとうございます。4位がミシプー、ありがとうございます。3位がタルの魚さん、あ、3位がコムさん、ありがとうございます。2位がニンナナナナヌヌタルの魚さん、ありがとうございます。1位がパッパカパーンてっちゃんでした。多分もう行ってしまったんですね。ありがとう、拍手。多分お仕事に行ってしまった民が多いのでこんな感じなんですけど、今日も一日頑張りの、もう反射するからここまでしか見せない。うわ、二度寝しちゃいそう。今日も一日頑張ってね。だって頑張る。リーもお仕事行ってきます。まだ行かないけど、もうちょっとしたら、1時間したら。では頑張ってね、バイバーイ。髪の毛ボサボサだ。バイバーイ。テレワーク民です。頑張れ。二度寝してしまいそうですね。だってしません。またね。今日も頑張って、みんな行ってらっしゃい。バイバーイ。バイバーイ。キズ、ありがとうございました。